ロマノス一世レカペノスは、東ローマ帝国マケドニア王朝の皇帝。マケドニア王朝海祖のバシレオス一世同様、アルメニア人農民の子として生まれ、海軍の士官として、出世、帝国海軍の司令長官となった。917年、コンスタンティノス七世の母で摂政のゾエカルボノプシナ。 が、ブルガリア帝国と戦って敗れ、その権威が失墜すると、ロマノスは919年3月にクーデターを起こして、ゾエ・カルボノプシナを追放。娘エレネをコンスタンティノスに嫁がせてその義父となり、同年9月には副皇帝、12月には共同皇帝となり、帝国の実権を掌握した。そして920年12月、 自ら聖皇帝として即位し、コンスタンティノス7世を共同皇帝へ格下げしたのである。即位後は巧みな婚姻策によって、貴族との結びつきを強化し、レカペノスケによる定位の世襲化を図った。また、宗教上の政策から教会との関係も深め、その経緯から933年には、ロマノス1世の罰師、テオフィラクトスが総主教となっている。 大概においては、ブルガリア帝国のシメオン一世が侵攻してくるが、ロマノス一世は、クロアト族と結び合うことでこれを撃退した。やがて927年に、シメオンが死去すると、ブルガリアとは僕を結び、その際シメオンの息子ペタル一世に、長男、クリストフォロスの娘、マリアを降下させることで、帝国西方の国境を安泰なものとした。一方、東方に対しても、 名称、ヨハネス・クルクアスの元、イスラム勢力に対して、攻勢をかけ、東方に大きく、勢力を拡大することに成功したのである。941年には、キエフ大公国の艦隊に、コンスタンティノープルが攻撃されたが、これを撃退している。931年から944年の、ミリアレンセ・銀ン表、十字の中心に、ロナノス一世。 裏、共同皇帝コンスタンティノス7世とステファノス、コンスタンティノスの名が刻まれている。他方で、定位世襲化の試みは、931年に期待していた長男のクリストフォロスが父に先立って創生したことで、結果的に挫折する。ロマノス1世は、世襲を諦めて、944年には、コンスタンティノス7世を、定位継承者として指名した。 ロマノス一世には、クリストフォロスの他にもステファノス、コンスタンティノスといった実施がいたが、ロマノス一世は彼らを無能と評していたため、継承者から除外したのである。ところが、この継承に対して二人の実施は、不満を持ち、同年12月に、ロマノス一世は定位を追われて、マルマラ海のプリンキポス諸島へ追放され、修道士にされてしまったのである。さらに二人は、 コンスタンティノス7世をも排除して、定位を我がものにしようとしたが、民衆の支持を得ていた、コンスタンティノス7世の排除には失敗し、逆に捕獲されて追放されてしまった。こうして、コンスタンティノス7世が、成功帝として福井することとなった。ロマノス1世は948年6月15日、孤独な修道士として死去した。 レッカペノスケの名は、その後東ローマ帝国の歴史には登場しなくなるが、ロマノスの諸子で勘乱となったバシレオスの祖祖は、コンスタンティノス7世の息子ロマノス2世の知性から、バシレオス2世によって追放されるまで、事実上の最小として、行政を司り、県政を誇った。ありがとうございます。